ワイルド・ビル・ヒコックが殺害された、ナトル・マンズ・サルーンがあったとされる場所。1890年代のデッドウッド1876年の、デッドウッド1878年の、ジェムシアター・デッドウッドは、アメリカ合衆国サウスダコタ州西部の都市であり、ローレンス軍の軍長所在地である。名前は、その峡谷に見られるカレト木に由来する。 2010年国勢調査における人口は1270人。市内にはアメリカ合衆国国定歴史建造物地区のデッドウッド歴史地区がある。デッドウッドは1868年の第二次フォートララミー条約でインディアンに認められた保留地であったが1870年代になると不法入植が始まった。条約はブラックヒルズの所有を ラコタ族に保障していたが、ブラックヒルズに関する争いは続き、何度も合衆国最高裁判所に持ち込まれていた。そうした中、1874年に、ジョージア・アームストロング・カスター中佐が、遠征隊を率いて、ブラックヒルズに侵入し、現在のサウス・ラコタ州、カスター付近のフレンチクリークで金を発見し、発表した。カスターの発表は、 ブラックヒルズゴールドラッシュを引き起こし、違法に誕生した街、デッドウッドの人口は、たちまち約5000人となった。1876年始め、開拓者のチャーリー・アターと兄弟のスティーブは、需要を期待した商品を積んだホロバ社体を率いて、デッドウッドにやってきた。ホロバ社体は、確実な儲けをもたらすギャンブラーと売春婦も連れていた。女の需要は強く、売春には、 良い稼ぎ場であった。マダム・ドーラ・デュ・フランは、デッドウッドで最も稼いだ売春宿の女主人となり、マダム・モリー・ジョンソンが彼女に続いた。同年9月には、トム・ビラーが、ベラ・ユニオン・サルーンを開店した。1894年のブロック、クラーク・ビルディングの写真をもとに作成した。 3D イメージ続いて1877年4月7日にデッドウッドのアヘン取引を支配していたあるスーエレン人がジェムシアターを開店した。このサルーンは1879年の火事で消失、再建されたが1899年に再び消失しスーエレン人が町を去る原因になった。町はワイルド・ビル・ヒコックの殺害で悪名を得た。マウント・ムリア墓地には 被告、カラミティジェーンのほか、セスブロックのように少し知名度は劣る、モノラも眠っている。デッドウッドは、殺人が日常茶飯事ながら、殺人に対する処罰は常に公平ではなく、野蛮さと無法で知られるようになった。被告殺害犯のジャック・マッコールは、合衆国憲法で二重処罰が禁止されているにも、かかわらず二度訴追された。というのも、デッドウッドは、 インディアン居留地にある違法の町であり、マッコールを訴追したり無罪にする権限がないと裁定されたからであった。この裁定によりマッコールの裁判はダコタ準州裁判所に移され、そこでマッコールは殺人罪で有罪となり、公主刑となった。経済がゴールドラッシュから安定的な採掘に移行すると、デッドウッドは荒っぽい雰囲気を失い、繁栄した町になった。 1876年、天然痘が流行し、大勢が感染したため、患者を隔離するテントが建てられた。1876年のリトルビッグホーンの戦いの後、ジョージ・クルックは、デッドウッドまで、数族を追撃し、ホースミートマーチと呼ばれる遠征を行った。1877年には、リードの近くにホームステーキ鉱山が解散した。 同鉱山は合衆国で最も長く採掘された近郊であり、2002年に金の採掘を終了した後、鉱山を観光客向けに公開している。1879年9月26日に大火が発生300軒以上の建物と多数の住民の財産を焼き尽くし、デッドウッドは壊滅状態になった。財産を失った者の多くが、 初期のデッドウッドを特徴づけていた未採掘の豊かな鉱脈の可能性のない土地で再出発するために町を去った。1888年、デッドウッドの住民の JKP ミラーは仲間と彼らがブラックヒルズに持つ採掘場所との輸送のため狂気のデッドウッドセントラル鉄道を開業した。同鉄道は1893年に シカゴ・バーリントン・アンドクイン・シー鉄道に買収された。1902年にデッドウッドとリードマがインターアーバンとして電化され、1924年まで運行された。同鉄道は1930年に廃止され、キルクとファンテールジャンクションの区間は標準期に改め期された。この残った区間も後を継いだバーリントン・ノーザン鉄道により、1984年に 廃止された。初期の住民と頻繁に町を訪れた人物には、あるスウェレン人、E.B. ーーファーナム、チャーリー・アター、ソルスター、マーサブロック、A.W. メリック、サミュエル・フィールズ、カラミティ、ジェーン、バレンタイン・マギリカディ、ヘンリー・ウェストン・スミス、アーロン・ダン、ワイルド・ビル・ヒコックらがいる。1959年9月にも大火が発生し、町は壊滅寸前になった。 約4500エーカーが消失し、避難勧告指示が出された。約3600人のボランティア、消防士、ホームステーキ鉱山の従業員、エルスワースクル軍基地や、サウスダコタ州兵大109公兵大隊の兵士らにより沈下したが、地域経済は大きく悪化した。1961年に町全体がアメリカが州国国定歴史建造物地区に指定された。 しかし町は続く20年間にさらに衰退し財政が悪化した。1964年には週刊高速道路90号線が開通、売春宿は1980年の警察の手入れの後、店じまいした。1987年12月の火事により歴史のある陳時系とビルディングと近隣の建物が消失した。この火事は 中心街を復興する手段として、ギャンブルを導入する、デッドウッド実験を後押しした。当時、ギャンブルが合法だったのは、ネバダ州とアトランティックシティだけであった。デッドウッドは、歴史的街並みを維持する目的で、合法のギャンブル収益を手に入れた合衆国で最初の小集落となった。1989年にデッドウッドでのギャンブルが合法化され、たちまち著しい、 新たな収益と開発をもたらしたが、開発の圧力は、歴史地区の統一化に影響を与える、可能性もある。中国系移民もゴールドラッシュに引き付けられ、ピークには250人が住んでいた。採掘に関わったのは少数で、多くはサービス業で働いた。ダコタ順州には、外国人の所有制限がなく、かつ外国人にとても寛容だったことから、メインストリートに、 チャイナタウンができた。1876年にデッドウッドに来たワンフィーリーは町一番の商人になり、1921年に死ぬまで中国系アメリカ人のリーダーであった。チャイナタウンにはアフリカ系やヨーロッパ系の住民もいた。2000年代には州の支援で発掘調査が行われている。デッドウッドは 北緯44度22分36秒整形103度43分45秒、北緯44.37667度整形103.72917度、44.37667-103.72917に位置する。すべてが陸地であり、アメリカが州国統計局によると、総面積は3.83平方マイルである。 デッドウッドの ZIP コードは57,732、フィップスコードは15,700である。ハイキング、マウンテンバイク、ジョーバトレッキングのコースが多数ある。ジョージ・エス・ミケルソントレールは北端のデッドウッドからブラックヒルズを越えてエッジモントまで南へ伸びている。シェリダン湖などの人造湖では釣りや水泳が楽しめる。北方のスペアフィッシュキャニオンには ロッククライミングのポイントが多数ある。6月初めには、ミケルソントレールマラソンと子供のための同伴レースが行われている。冬には、近隣のリード郊外に、テリーピークとディアマウンテンの2カ所のスキー場が開く。デッドウッドにある、ミッドナイトスターカジノは、大部分をサウスダコタ州で撮影し、第63回アカデミー賞作品賞を受賞した、ダンスウィズルブズの監督。 主演を務めたアメリカの映画俳優、ケビン・コスナーがオーナーである。その壁には彼の映画ポスターの各国バージョンが飾られている。デッドウッドの気候はサウスダコタ州の他地域や周辺部とかなり異なる。州の大半が年間降水量15インチ未満であるのに対し、リードデッドウッド地域の年間降水量は30インチ近くに達する。雪は早ければ9月。 遅ければ5月まで降る可能性があり、降水のほとんどは冬季の雪によるものである。春は短く湿った猛吹雪や連日の雨が特徴である。2000年国勢調査結果は以下の通り、2010年国勢調査結果は以下の通り、ありがとうございます。